ドレスは先ほどの上半身から足の付け根から上半身を連携させて膝を軽く曲げて、だらんとしたところで親指を作って右手を右から添えると、これがアドレスです。気をつけることは体の各パーツのラインがなるべく自分が構える目線と平行になるように構えることが大切です。アドレスでもう一つ注意すべきことは、しっかりと前傾してこのように構えていることです。この前傾がスイング中変わってほしくないわけです。ですからアドレスもしっかりと前傾が保たれるように、骨盤側がしっかりこのように前傾している状態、これを意識して構えてください。この腰のあたりに緊張感がないと、緩んでしまうとどうしてもこう猫背になって構えてしまいます。猫背になってこうやって構えてしまうと、あまり体が動かないので、どうしてもこのように手だけで上げるスイング、先ほど言った手で打ってしまうスイングになりやすいです。ですからしっかりと先ほどの上半身から前傾して、膝をあまり曲げずにしっかりと構えないと、これが大切になってきます。